すのか、奴を。わかりません。でもそうすべきなのかも。らしくないな。あんた言ったよな。法が人を守るんじゃない。人が法を守るんだって。それを信じてるから、あんたは俺を止めようとしたんじゃないのか。そうでした。あの時は。まあ、俺が言えた義理じゃないか。シビラにカムイは裁けない。でもカムイを止めなくちゃいけない。もう手段がないんです。違うな。もう手段がないんじゃない。今は手段がないだけだ。可能性のピースはもう揃ってるはずだ。あんたがためらっているだけで。失敗は許されない。でもかけてみてもいいんじゃないか。負けるなよ。ありがとうございます。そんな中で自らの価値基準だけを道しるべに運命を切り開いていける意志と行動の力はことさらに輝いて見えるものだろう。それはかつて牧島省吾が持ち合わせていたものであり、そして彼を追い詰める過程で鴻上が発揮していったものでもある。ねえ、シーアン政府はあなたたちの正体を知ってるの？まさか国内ですら明かせない秘密を海外にさらせるものか。現時点でシーアンに供出されているのはサイマティックスキャンのための該当設備と計測したデータを日本に転送するトラフィックのみ。改めて君もシビュラの偉大さを痛感することになるだろう。